ホーキンソンからスキップパスが通る。ただやや乱れています。ロングスリーポイントが決まりました。よく入れましたね、プレッシャーをかけて、自分たちのリズムに持っていけるかっていうのが大事だと思いますね。熊谷のスリーポイント決まりました、4本目ですよね。今日4本目。少し悔しそうな仕草を見せたコー・グリフィン、手をポーンと叩きました。熊谷行きましたが、ファウルになりました。バスケットカウント早いですね。彼はこれも1対1になってますね。放った、これが2ポイント、3です。ボールを大事に、そして強くフィニッシュ、そう言ってました。熊谷入ってくる、アタック、早いですね。ファウルをもらった。いいですね。信州にとっても厄介なことになるんですが、中の熊谷に合わせてフェードウェイ決めた。よく入れましたね。ショートボールに変わりました。お、そしてブロック、はい、網にかかり出しましたね。さあ走る、スピード上げた熊谷、熊谷が行く、おいスルあったぞ。バスケットカウントだ。うまく剥がしたか、はい、サイモン選手をすごくディフェンスさせてるんですよね、うん、熊谷のスリー、勝ち越し進出。三井和也は連続スリーを決めている。そして熊谷がボールをもらい、この位置からフローター決めた。よく入れましたねと思いますけども、まあ、信州がそれを、まあ、うまくかわせながらシュートを入れてるなと、まずその名古屋のオフェンス、マーシャルのピック、マーシャルのスクリーン、さらに熊谷はかわしてここから打ってくる。先ほども沈めていますが、これも決めてきました。いいですね。岡田優太がボールを持っている。そしてホーキンソン、熊谷へ、熊谷カツインドライブアタック、ダンク、ボースハンドでのダンク。マーシャル、まあ、3円としてはここ我慢の時間帯かなというふうに思いますね。熊谷入ってきました。前がはっかり開きました。熊谷のアタックでした。かわしてマーシャル、そしてマクエンリーへ、熊谷3を打ってきた、決めた。いやいいですね。勝利して、そして活躍して、おスチール、熊谷、いや自らの誕生日を祝うかのような見事なスチールでした。ゲートを作りましたよね。そこに自分がドライブすることによってディフェンス引き出して外のシュートを見ましたね。ただここは熊谷、いやスペースを見つけた。信州としては逆にピックアンドロールでこうやって起点になるってことはどんどん使ってくるかもしれないですね。さあ熊谷のスリーはどうだ。あー来た、しっかり決めてきました。さあ時間がない、あと3秒だ、急ぐ。ここからのシュートが決まった。なんと熊谷スーパーショットを見せました。ブザービーター、どうですか今のシュート。いやもう調子良かったんでね、はい、もうリングしか見てなかったです。